本節のボートレース2は群馬、東京、三重の3支部対抗戦となっています。2プライドラウンド第4戦、3支部対抗波乗り王決定戦、開催2日目も12レースツッキー選抜戦を迎えます。1号艇三重桐本康臣、2号艇三重松本洋平、3号艇東京山田隆一、4号艇群馬鳥塚貴博、5号艇群馬品川健二、6号艇東京村田敦です。1号艇桐本康臣の引戦です。電気キャベレタキャリアボデー交換あった前半レースは直まくりから1着、このレースは人気の中心です。2コースは2号艇松本洋平はギアケースを交換です。3号艇山田隆一が3コース、前半第3レースは5コースからまくり差しが入って1着、人気対抗格になっています。4コースは4号艇鳥塚貴博、前半4着です。5コースは5号艇品川健二です。今日の前半5レースは伸びを生かしまして2着に入っています。6コースは6号艇村田敦は前半4着です。角は4コース4号艇鳥塚で3対3の枠なり進入となっています。今日は気温が比較的上がりました。2ボートレース場、風の方は今もホーム向かい風が吹いています。風速は4メーター前後といったところ。スタートまではまもなく残り10秒になります。第12レースのツッキー選抜戦です。インコースから1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。しました。3コース3号艇山田ダッシュ3艇もスタートを決めました。1マーク石川先制する。1号艇桐本、2号艇松本が指す。マークイザー3号艇山田、内側から4号艇鳥塚、5号艇品川続く。逃げる1号艇桐本先頭、2番ター2号艇松本が一定身リードも、内側から迫ってくる4号艇鳥塚、閉鎖機をかけようとしますが2号艇松本が振り切る。スタートは正常です。2マーク1号艇桐本クリア、2番手2号艇松本、3番手握っていく3号艇山田、内をつくな4号艇鳥塚、あるいは6号艇村田が続きます。やや2号艇松本流れました。今度は2番手4号艇鳥塚一定身リード、外から3号艇山田、内から6号艇村田が食らいつく。1マーク1号艇桐本先頭、2番手をつける6号艇村田、握ってかわす4号艇鳥塚、大外は3号艇山田が続く。現在上位は1番4番3番です。4番手6号艇村田、後方から5号艇品川、2号艇松本が続きます。2周にマークに向かいます。1号艇桐本康臣が先頭、2番手4号艇鳥塚、そして3号艇山田が3番手、1番4番3番の体系、6選手がホームステージに帰ってこれから最終周回です。人気の1号艇桐本康臣が先頭、4号艇鳥塚貴博2番手、そして3号艇山田隆一が3番手、143の体系、動きなく3周1マーク旋回バックステージに出ています。スタートこそ6番手のスタートでしたが逃げました。1号艇桐本康臣が先頭、4号艇鳥塚2番手、3号艇山田が3番手、3連単143のうち 16.6 倍です。最終ターンマーからホーム直線、桐本鳥塚山田、1番4番3番の体系ホームが帰ってきまして、まもなく最終レースはゴール。これで今日は連勝、先頭1番桐本五輪、2番手4番鳥塚五輪、3番ター3番山田五輪、5番品川、6番村田、ラスト2番松本がゴールしました。